いじゃないか。ミツイル手助けは勘弁してくれよ。そうはいかねえ。助けてくれ。スイスバンクコーポレーション、スイス銀行の刻印付き純度 99% の金塊である。この金塊こそ氷室たち特命刑事がその行方を追っていた大東亜銀行から強奪された鋳造金塊であった。この野あげまへんで。これでリストに載ったやつは全部白か。キャップ、牛は一体どこにいるんですかね。捜査振り出しに戻すしかないな。わかりました。全然手がかりはないっちゅうのに。松村の兄貴も本庁の偉いにえらい山を押し付けられたもんやで。はい、氷室。松村だ。勝山港の串浦桟橋に急行してくれ。何あったんすか。房総沖で漂流中のダイバーが巡視船に救出された。19時頃桟橋に着くらしい。金塊の引き上げに手を貸して殺されかかったと証言している。風間港で合流しよう。優子、聞いたか。了解。新人、クマン。ケイ、悪かったな。チキショウ、知らねえったら知らねえんだよ。行方は愚か、犯人の手がかりさえ容易につかめなかった。漂流していたダイバーの峰岸さんです。峰岸の証言により氷室ら特命刑事たちは金塊引き上げ計画の詳細をつかんだ。だがその黒幕の正体までは分からなかった。なるほど。峰岸の証言の裏が取れたのね。房総沖鳩根島から 10.8 海里の海底だ。
3日前第三管区の保安本部の巡船がここを通行中のランチに停船命令出したそうだ。つまり検索受けてヤバくなったんで海の底にドボンってわけさ。しかも峰岸の証言によると大部分の金塊はまだ海の底だ。キャップ、すぐにでも現場行きましょうよ。そうっすよ。必ず金塊引き上げるために黒幕が現れる。一網打尽のいいチャンスじゃないですか。急がなけりゃきっと代わりのダイバーを雇って引き上げちゃうかもしれないわ。そうなったら後の祭りじゃない。焦ったらあかんで。昔の古いことわざにあるやろ、慌てる小じきはもらいが少ない。誘いの手は向こうが踏んからちゃんとかかっとる。なんすかこれ。ん、スキューバーダイバー至急求む異彩面談榊原運輸。セリさん、これ5日前にもこれと同じ求人広告が出てる。まあ峰岸らこれを見て応募しよった。問題は誰を潜入させるかですね。うん、見渡したところスキューバーダイビングの経験者はキャップだけだわ。近海の沈んでる場所は常時6ノットの黒潮が流れてる。プロ級の腕の立つのがどうしても2人必要だ。村さんの推薦する2人だったら間違いないでしょう。どうかな、当てにならんで。さあそろそろ上がってくるぞ。潜水開始から浮上まで55分、130気圧ボンベだからまあまあだな。松本さん、それで自分ら紹介しよう。マッドポリスのキャップ氷室健一だ。清子は大宅です。俺山並譲るって言うんです。ジョーって呼んでください。言うまでもないが今度の任務は危険が大きい。やれるか。やります。アジトで他のメンバーに紹介しよう。この二人は俺が本庁の刑事課から特にスキューバーダイビングの腕を見込んで抜擢した山並と清華だ。村さん、例の潜入はこの二人に任すわけですか。そうだ。そして今度の山の働き次第では我々マッドポリスのメンバーに加えたい。どうだ旦那。合格は70点以上かな。やったー。俺実はねマッドポリス入るの夢だったんすよ。そこいらのダサい手形違ってね、はじきバンバンぶっ放すの最高っすよね。ねっ、ね、そうだろうね、この態度。おいお前何や、お前人間やめたらええんちゃうか。あかん、ダメかい。お前な髪の毛ぐらい切れや。皆さん自分はですね一生懸命やりますんでよろしくお願いします。あんな君ただ一生懸命やるだけじゃダメなのよ。ね、つまりね、どれだけハードなアクションに耐えられるか、これがマッドポリスになるための条件だ。分かった。そうよ、孤立無援、あるのはただ悪なき悪との戦い。耐えられる？君たち。大丈夫であります。これはやめてくんないか。どう調子くるんだ、俺も。もう昔の癖が出まして、自分はですね、はい、昔交番勤務をやっておりましたんで。交番勤務。箱金と申しまして、この道をこう尋ねられたら案内したりですね、迷子の子供たちの目、自分がですね警察官になったのは正義を守るためです。私はですねこの世から悪を抹殺するためなら命も投げ出す覚悟であります。お前これ何や、こんなもん小回り君やないか。それからお前そこ若いのビンビンビン、こんなもんジャリンコ刑事君やぞ。お前あかんわ。ダメ、熱出てきたら切ないな。俺もキャップ、これダメですわ。俺が一緒に行きますから。いいか、マッドポリスの精神を俺が実地で叩き込んだるから。分かった。
よろしくお願いします。返事はいいな。大丈夫かな。峰岸が言ってたニュースは敵を欺くためにもマスコミに公表していない。お前たちの潜入だけが頼りだ。頼むぞ。はい。先輩が出迎えしてえらい腹切っとるけど大丈夫かな。心配だな、あの二人が相手じゃ。五郎さんの足手まといにならなければいいけどね。足手まといになるのは新田の方かもしれんぞ。潜ってもらう場所はこの沖だ。黒潮が接近していて海水の流動の激しい危険海域だが、万が一のことがあっても命の保証はできんぞ。それでもいいんだな。あ、はい。あ、そんなことが心配ないですよ。俺たち流れ者ダイバーにはいつどこで死んだって悲しむ人間なんかいないですからね。いや、それいいんですね。こう海の底にこうひっそりと眠れるなんてのはなかなかいいもんですな、こう海の男としてはね。おい、あ、いや、一生懸命やりますから、よろしくお願いします。よし、わかった。雇うかどうかはテストしてから決めよう。はい。おい、船の用意だ。準備はいいか。あさ、ところでこんなとこ潜って何取ってくるの。サザエ、アワビ。真面目にやれよお前。この海の底には3年前に演習中に墜落し行方不明になっている自衛隊の訓練機が沈んでいる。そいつの操縦席にはパイロットの頭蓋骨が眠っているという話だ。頭蓋骨。そいつを拾ってくるのがテストだ。雇うかどうかのテストっていうとこですかね。二人の腕は確かだけど、問題は五郎さんね。キャップの心配した意味がやっと分かってきたわ。行くぞ。Thank you.
どうした？いや、軽い潜水病ですよ。大丈夫か？いや、ダメみたいだな。キャリアあると思ったんすよ。お前は失格だ。雇うのは後の二人だけだ。あいつら海の底から何を拾ってきよったの？いや、新田がな、何をやらしても大事。いや、はい、ミスタースリム一本くれ。はい、スリムばっかり。いいよ。キャップ、任務遂行完了しました。ああ、やねえだ。こんなもん拾ってくんのテストなんてもうゾッとした。なんやこれ。ブルル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 ルよ。これ捨てるわけにいかないじゃない。3年前墜落した自衛隊の訓練機眠ってたんですよ。シュタラマキャップ、自分と山並は雇われたんですけど、先輩だけ失格。潜水病起こしちゃったんですよ。ああ、やっぱりね。いや、反省してますから。キャップ、明朝鴨川行きます。天野。鴨川は近海の沈んだ地点まで12.2海里だ。ほならキャップ、近海強奪の黒幕もそこに。多分な。近海を引き上げ終わるの待ってる。榊原の後ろから指令を出したやつが分かったと。何者ですか？阿久津隆三50歳。横浜の伊勢崎町でクレイジーホースという会員制の秘密クラブやってる。1年前な、島の風間港っていうところでフィリピン女の溺死体が分かった。鑑定の結果、重症のペイカンダグとは分かった。その女、阿久津の店で働かされていたコールガールです。阿久津のやり方というのはな、まず観光ビザで入ってくる外国女をホステスに雇い、それをペイの患者にして、それからコールガールの組織に引き込む。こんなんだ。あとは骨の髄までしゃぶり倒しやな。いらんようになったら歴史隊に見せかけてボルグズのように始末するっちゅう。どうってな、やっちゃう。ヘロイン密輸の片棒担いで海外ルートとコンタクトを取ってるのが榊原だ。やつは笠浜港に入ってくる外国船に食料品や日用品を納め、マージンを取るシップチャンドラだ。つまり榊原と阿久津は今度奪った金塊とヘロインとの交換取引を計画してる。そういうことですか？おそらくな。村さん、船は東北島に向かいました。了解。
最短距離は畑岬だな。畑岬。始めろ、急ぐんだ。この海の底に沈んでいる木箱からブツを引き上げるんだ。なんてか悪い予感してきたっすよ。キャップ、一人で大丈夫ですか？こんなことがあるんだったら、私たちもスキューバダイビングの訓練受けとくんだったわ。
げさせろ。続けるんだ、続けろ。そこはもう全部あれですから、何も残ってませんよ。やがるかな。仕事は終わった。あげた物の代わりに今度はおめえたちが海の底で眠ってもらうんだよ。何や、この野郎、いかに結びつけちまえ。お前たちの望み通り一人と海の底に眠れる。本望だろう。おい。あれ、先輩口から出まかせ言ったんすよ。冗談すか。ともないぞ山並。俺たちは一生懸命やったんだよ。こうなったら度胸を決めて運を天に任せよう。強がりっちゃってもキャップが来なかったらアウトなんすよ。グズグズするな。早く海へ踏み込め。助けてくれ。おい、鎌田天中島へ船を回すんだ。うわ、
いやー、キャップ、間に合ってくれると思ってましたよ。この野郎、返済用でもってゴムばっかりすりやがって。本当のこと言っちゃうぞ。何かあったのか。いや、何にもない、何にもないっすよ。釣れるキャップ、取引現場鴨川定時漁港です。興奮してきた。俺しょんべんちびりそう。君、あんまりフィーバーしすぎちゃダメだよ。いくらね、海に沈むのがうまくても射撃の腕が一人前でないとまたこれとしては失格なんだからね。はい、一生懸命やりました。最初はみんなそう言うんだよな。かっこいい。来たぞ。教官、はい、後ろ回れ。了解。残りは正面から攻撃する。はい、はい、ジョンチは取引は終わりだ。てめえは。残念でしたね。俺たちマッドポリスと知らずに雇ったのが範囲っすね。マッドポリス。ねえ、一緒にフィーバーしよう。アホ、しゃべるってところじゃ。撃て撃て、みんな撃ち殺せ。Thank you.
れだけじゃダメだろうが。いいか、よく見てろ。マッドポリス攻撃のハウツを見せたるから。行こう。行きますよ。俺たちギリギリ70点ってとっかな。またまた、キャップ、ちょっと甘いんじゃないですか。二人合わせて30点ってのがいいとこじゃないかね。君、やっぱり交番勤務の方が合ってんじゃないの。不合格ですか。訓練次第だな。頑張れ。キャップ、ありがとうございます。俺一生懸命やりますから。合格よ。なお茶組も大事な仕事だから頑張れよ。おい君たち、な刑事君とおまわり君やったのちゃうねえか。ええか、俺を鏡についてこい。いや、ゆっくり顔見たんですけど怖い顔ですね。夜は付き合うなよ。ありがとうございます。27歳、山並み譲る24歳、匿名刑事マッドポリスに新しいメンバーが誕生した。それはまた飽くなき凶悪な野獣たちとの新たなる戦いの幕開けでもあった。ファンタジー Covering the night Lovers kisses and lonely tears in the new lightLonely souls, food for that lazy play to your magic and splendor. How can you love
経済界を牛耳る暗黒街のボスのアリバイを崩せ、自ら囚われの身となったマットポリス氷室のハードアタック作戦、闇に紛れたリンチ、闇に吠えるサーチライト、闇を裂く銃弾、闇にそびえる刑務所を舞台に繰り広げる闇から闇への大脱獄、暁にこだまする囚人たちのバラード、匿名刑事脱獄は地獄のパスポート。